F-35B 戦闘機艦載計画に伴って、護衛艦出雲、加賀に大規模改修工事が行われています。そんな中、護衛艦ヒューガ、伊勢に注目が集まっているという情報が入ってきました。今回は、護衛艦ヒューガ、伊勢になぜ注目が集まっているのか、見ていきます。おお、隅でもドローン空母はいけるな。2023年時点で、海上自衛隊で最大規模を誇る艦艇といえば、伊豆、元加賀の2隻を含む出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦ですね。これは、艦首記号 DDH と呼ばれており、極限まで回転翼機の運用能力を高めた艦になっています。出雲、片護衛艦は、基準排水量 19,500 トン、満載排水量 26,000 トン、全長 248.0m、全幅 38.0m、深さ 23.5m、喫水で 7.3m のサイズで、名実ともに海上自衛隊艦艇で最大規模です。この大きさを誇る出雲、片護衛艦の機関部ですが、アメリカのジェネラルエレクトリック社製の LM2500IEC が、スタータービンが4機組み合わされた小ガグ方式が採用されていて、マックス出力11万2000馬力、速度30ノット以上を発揮するそうです。また、出雲、片護衛艦の電源設備として、機関部と同様に、アメリカのジェネラルエレクトリック社製の LM500GA07 ガスタービンオモ発電機を4機等搭載しており、合計で、最大 14,000kW の電力供給を行うことが可能となっています。出雲、片護衛艦は、全通式飛行甲板上の右端部分に集約化された環境を備えています。これは、いかにも航空母艦しかとした、全通式の飛行甲板で、その上には、5箇所の回転翼機が同時離発着できるスポットがあり、収益時から、国外では、ヘリ空母とみなされてきました。この全通式の飛行甲板のサイズは、艦自体とほど同様の全長 245.0m、全幅 38.0m が確保されていて、海自で、対潜哨戒戦闘や追水上戦闘を担う SH-60kg 回転翼機に限れば、MAX 14機が、艦内格納庫に収容可能ということです。ただし、実際の運用では、出雲、片護衛艦は、標準では、SH-60kg 回転翼機を9機、輸送と救助、救難用途が主任務である、MCH-101 回転翼機2機を搭載する体制を敷いています。格納庫は3つあり、第1、第2、及び、整備用の3つが、艦内に設置されているそうです。出雲、片護衛艦は、その大きさを生かして、陸上自衛隊や海上自衛隊が運用している双発で、大型の CH-47 チヌーク回転翼機の運用が、当初から想定されていましたが、この大型機体ですら、艦内格納庫への収容が可能ということです。ということは、出雲、型はそれほど大きいということですね。出雲、片護衛艦の格納庫に収容可能な回転翼機のサイズを紹介しましょう。SH-60kg が最大で全長 19.8 メートル、全幅 16.4 メートル、全高 4.0 メートル、重量1065トンです。MCH-101 は全長 22.83 メートル、全幅 18.6 メートル、全高 6.66 メートルで、重量が 15.6 トンということです。これらの回転翼機を、艦内の格納庫から昇降させるエレベータが、出雲、片護衛艦には2機備えられています。全部の1機は、飛行甲板上のインボード方式で、後部の1機は、艦橋後方の右舷に、
サイドデッキ方式で設置されているそうです。各エレベータのサイズです。飛行甲板上のインボード方式エレベータは、長さ 20.0 メートル、幅 13.0 メートルです。サイドデッキ方式のエレベータは、長さ 15.0 メートル、幅 14.0 メートルで、耐荷荷重量は30トンを超えると言います。現在、出雲、片子栄館が行っている航空母艦架改修工事によって、同艦は短距離離陸、垂直着陸が可能な F35 ライトニング 2B 型を艦載機にできますが、同機は長さ 15.61 メートル、幅 11.37 メートル、重量27トン強という規模ということです。出雲、片子栄館のネームシップで、一番艦である出雲、が寄港されたのは2012年平成24年1月日本政府が出雲片子栄館を改修して F35 ライトニング 2B 型を艦載機にすることを公に認めたのは2018年平成30年3月ですが、それを見越して設計がされていたことが垣間見えます。日本の大手マスメディア各社は2013年中盤以降にはF35 ライトニング 2B 型戦闘機を取得して、出雲、片子栄館の艦載機にする可能性について報道していましたが、当時の小野寺防衛大臣は、あくまで、この見解を否定する姿勢を貫いていました。当時は、政治的に日本の海上自衛隊が装備として航空母艦を運用することについて専守防衛を掲げる同体の理念を逸脱するのではないかという批判をマスディアから受けることを危惧していたせいだと思われますが、現在からすれば覚醒の感が拭えませんね。しかし日本がこうした政治状況にあった時期にも、中国海軍は国家の経済力を背景に、軍の装備の近代化と増強をどんどん進めていました。こうした事態への危機感が日本国内でも醸成したことから、この航空母艦化計画は市民権を得たということになったのです。日本では2010年後半に差し掛かると、出雲、片子栄館への航空母艦化改修を公にし、2017年には、同艦の建造を担当したジャパンマリンユナイテッド社が、航空機の運用能力の向上を基とした研究を委託業務として受注したことで、その事業に着手しました。この中では出雲、片子栄館に、無人航空機と合わせて、F35 ライトニング 2B 型の運用を基とする研修が行われたそうです。これを受けて、2018末に閣議決定した防衛計画大綱や、その具体策を記載した中期防衛力整備計画では、ストブル機運用について言及されました。そこで、従来の日本政府の国会答弁では、自衛隊が保有しないと定義してきた装備3点、つまり、大陸間弾道弾や戦略爆撃機、そして航空母艦については変更しないとしながらも、出雲、片子栄館の改修は攻撃型航空母艦には該当しないという見解が示されたのです。航空母艦を攻撃型か否かと区別するこういった定義が軍事的に意味があるかどうか、実に日本的な政治上の言い回しと解釈をひねくり回したものという感は否めません。しかし、どちらにしても、出雲、片子栄館の航空母艦化改修が本決まりになったことは間違いない事実です。それでも日本政府は仮に出雲片子栄館の航空母艦化改修が完了を終えても F35 ライトニング 2B 型を常時艦載機とする運用は行わないと明言しています。従来通りの回転翼機による対潜哨戒任務との併用が前提であると付け加えています。出雲、
片子栄冠の航空母艦改修の予定ですが、まず、2020年度防衛予算から改修費用をひねり出して着手、全通式飛行甲板に F-35 ライトニング 2B 型戦闘機が排出する高温の排気熱への耐熱加工を施すことが打ち出されました。また、F-35 ライトニング 2B 型の前転工事の離れ着艦をサポートするため、アメリカの強襲揚陸艦にも搭載している誘導装置を設置し、飛行甲板の先端部分の拡幅工事が打ち出され、現時点では、いすもが2027年度中、加賀が翌年の完了を見込んでいると見られています。これと並行して、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は、2023年時点で、総数42機を購入することが計画されていますが、中期戦としては、航空自衛隊の宮崎県の新田原、ニュータバル基地が有力視されています。早ければ、2024年度から、同基地においての運用が見込まれているようです。このように、太平洋戦争後の日本では初めてとなる出雲、片子栄冠を航空母艦に改修しての運用計画が進められているのですが、この先駆けとなったと見られているのが、日向片子栄冠の日向、伊勢の2隻です。ちなみに、護衛艦の名前には、旧国名が付けられるようですね。出雲、島根、加賀、石川ですし、日向、宮崎、伊勢、三重というわけです。日向、片子栄冠のサイズを紹介します。基準排水量13950トン、満載排水量19000トン、全長 197.0m、全幅 33.0m、深さが 22.0m、喫水が 7.0m の規模です。排水量比では出雲、片子栄冠の約 70% 強のサイズ感ということになります。この日向、片子栄冠も出雲、片子栄冠と同様に、全通式の飛行甲板を備えていて、フォルムから見れば航空母艦石化とした外観ですが、回転翼機の昇降用のエレベーター2機は、いずれも飛行甲板上でのインボード式が採用されているのです。この日向、片子栄冠のエレベータは、前方の1機が幅 10.0m、後方の1機が同 13.0m と小型なので、F-35 ライトニング 2B 型を昇降させるには厳しく、しかも、どちらも飛行甲板上にあるので、F-35 の離陸距離の確保も困難なのです。そのため、出雲、型のように日向、片子栄冠に航空母艦化改修を行うのは、物理的に制約があって考えにくいでしょう。どちらかといえば、1998年、平成10年から就役が始まった大隅型輸送艦3隻の代替艦に、その機能を盛り込む可能性が高いのではないでしょうか。民間の非営利団体であるアメリカ海軍研究所 USNI は2023年11月13日、日本最大級の軍艦が2024年に F-35B ライトニング II 戦闘機を運用するために必要な一連の試験を受けなければならないので、アメリカ東海岸に来航すると発表した。今回は護衛艦加賀の F-35B 認証試験を詳しく見ていきます。加賀の魔改造完成後、初の長期航海、そのまま F-35B を加図機艦載しての寄港なんてことはないですよね。
甲板上に3機ほど乗せていたら、中国への抑止効果にもなるのにな。USNI が語る日本最大級の軍艦というのは、海上自衛隊が世界に誇る出雲片護衛艦のことであり、2023年11月現在、2番艦加賀が飛行甲板の形状をグレードアップし、所要の改修が施された状態で、試験航海などを実施中である。すでに、海上自衛艦と航空自衛艦から構成された日本側の視察団は、2023年10月末に、アメリカ東海岸、大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦、プリンス・オブ・ウェールズに乗船して、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているところだ。USNI では、プリンス・オブ・ウェールズが試験を実施している同海域で、空母化改修が施された出雲片護衛艦についても、F-35B の運用に関する各種試験を実施しようとしている。日本政府並びに、防衛省は、2013年以降、海上自衛隊が保有する出雲片護衛艦2隻について、空母化を着々と進めていたのと同時に、垂直離着陸が可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していた。F-35B 戦闘機については現時点で、42機ほどの導入を予定しており、それらを運用するための飛行隊を航空自衛隊に新編し、宮崎県新富町にある新田原基地に配置することも公表している。九州に配置するということは、南西諸島の空域におけるスクランブル発進に最速で対応するとともに、台湾有事も視野に入れているのでしょう。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズは、前述したアメリカ東海岸での各種テストの中で無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているため、もしかしたら、同様のテストを、海上自衛隊の出雲片護衛艦でも実施する可能性もある。プリンス・オブ・ウェールズは、姉妹艦のクイーン・エリザベスと並び、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定で、36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターを搭載する能力を備える空母である。船体は、ポーツマス、ロサイス、バロー・イン・ファーネス、クライドといった4つの地域で、BAE システムズと VT グループによって建造される。最終組み立てを行うスコットランドにあるロサイス造船所の1号艦ドックでは、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズのために改修工事が行われた。2022年8月27日、プリンス・オブ・ウェールズは、アメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22に向かうために、イギリスのポーツマスを出港したが、出港直後に、右舷推進部の結合部や舵に損傷が見つかった。この事故によって演習航海は中止され、代わってクイーン・エリザベスが9月8日に出航した。そして、ウエストラント22で予定されたプリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期されてしまった。この損傷を英国放送協会 BBC はアメリカへ演習に出発した直後に故障し、足を引きずりながら基地に戻ってきたと揶揄したが全く笑えない。プリンス・オブ・ウェールズはロサイス造船所に入居して修理を行ったが、クイーン・エリザベスの部品取りにされているとの悪質な情報もあり、ベン・ウォーレス国防大臣が一時的な応急処置と釈明する事態となった。約9ヶ月の修理と能力強化のための改修を経て、プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日に下溝し、7月28日には、SNS に、CH-47 が飛行甲板に着艦する画像まで投稿していた。7月31日には、映画トップガンマーヴェリックに登場するゼリフをパロディ化した文章を投稿して、飛行甲板の運用を再開したことをアピールした。このように、プリンス・オブ・ウェールズには、世間の荒波に揉まれている空母でもある。一方で、軽空母への改修が完了した海上自衛隊の護衛艦、加賀が、2023年11月17日に呉基地へ帰還した。長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけだが、旧日本海軍の空母、加賀の進水日も11月17日であったことから、くしくも同日となったのも、
運命的なものを感じる。派遣艦が空母化改装を進めたばかりの加賀になるのではないかと噂されている。これは、米海兵隊や英海軍の F-35B を使用して、海上自衛隊加賀の空母としての機能をチェックすることが目的なのでしょう。出雲級の空母化は、発着艦機能の整備に加えて、艦隊内の本格的な改装は構想段階であり、既存の F-35 キャリアを参考にして、課題の棚卸しをした後、2万6000トンのサイズに適した空母化改装が行われるとされていることから、本級が空母としての機能を完全に備えるまでに時間がかかっても仕方ないのだ。日本への F-35B の配備も来年度以降であるが、日の丸をつけた戦闘機の発着艦シーンを見るのが待ち遠しいくらいだ。基本的に、艦艇排水量のうち、満載排水量は、船そのものの重さだけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料、積載貨物などを含めた総合重量となるわけだが、強襲揚陸艦の場合は、運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれている。上陸作戦要員がいる分だけ、空母より大きな居住区が必要となるし、装備には戦車やトラックも含まれているため、車両庫等のスペースも確保しなければならない。もちろん、上陸作戦関係の重量が増えたからといって、航空機の運用能力が大きくなるわけではないということは、重々に承知しておく必要がある。また、護衛艦加賀の空母化改装が終わったといっても、艦載機である F-35B の取得も、空自パイロット整備員の養成も、これからスタートするといっても過言ではない。それらの過程が終わったとしても、搭載可能な F-35B は、わずか10機に過ぎず、中国海軍や米海軍の正規空母とは、戦力において比較になりません。最有力となる使用方法は、英国海軍空母のように、米海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として運用することだと示唆する。プリンス・オブ・ウェールズは、2023年7月21日に9ヶ月にも及ぶ改修と大幅な能力強化を受け、スコットランドのロサイスにあるドックから出てフォース川に入り、母港のポーツマスへの帰路に着いた。帰路の途中で、7月29日の空母プリンス・オブ・ウェールズの公式 X において飛行甲板が使用再開されましたという、ヘリコプターの CH-47 チヌークが着艦する写真とともに投稿されていた。その2日後の7月31日には、飛行甲板の再開に際して、飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレーテーブルを元の位置に戻し、着陸の準備をしてください。フライトデッキは営業中ですという内容で、おそらく、映画トップガンマーヴェリックでトム・クルーズ演じるマーヴェリックが、ドッグファイトの訓練を部下たちに行うシーンのセリフをパロディ化した投稿をしているくらいだ。こんなユーモアのある投稿を受け、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。ぜひ、一度、ベルファスト湖の穏やかな海を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントが寄せられていました。いずれにしても今回紹介したプリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は台湾有事が起きた際には大活躍するでしょうね。